浪晋太郎。この木に及んでふざけていた。藤浪晋太郎投手は右肩痛、二折り投手、15日間の故障者リスト入りとなり、さらに60日間に移行していた。その後は藤浪の状態についてのメッツからも本人からも追加の発表がなかったことから心配の声が寄せられていた。そんな中、藤浪は自身のインスタグラムを更新し、ユーモアを交え、ファンに近況を伝えた。藤浪、たくさんの方々から大丈夫？と連絡いただいたのですが、この通り普通に投げております、とコメントを添え、キャッチボールをする動画をアップ。さらには魔女の宅急便をパロディし、映画のポスターで主人公キキの位置に藤浪投手が新世紀エヴァンゲリオンのキャラクターの格好でポーズ。そして映画のキャッチコピーでもある落ち込んだりもしたけれど私は元気ですという言葉が記されていた。故障者リストに入ってて普通に投げてるってどういうことやねん。藤浪、145km 毎時だけやけどな、普通にマイケンくらいじゃね。濃厚ながらしゃあない。年俸に見合った働きしとるんか。故障してなかったってこと。この鋼メンタルをなんとかへこましてやりたい。ふざけとる場合か。メンタルが鋼すぎる。あんな成績で僕もらいやそれ落ち込むわけねえわな。ストライクの投げ方がわからなくなっちゃったんだな。もっと肩の力を抜いて 80% くらいで書けばコントロール良くなるのに。肩の脳コン病さえ治れば復帰できるんですよね。この通り普通に投げております。普通に投げれないから今の場所にいるのではないでしょうか。ずっと怪我しててストライク入らなかったんだから今までと変わらないよ。何がしたいんだろう。肩ではなく頭に重篤な何かが。枠を開けるために事実上の戦力外通告と同じと言っても過言ではない故障者リストに入れられたんですよね。藤浪さん、ありがとうございます。優しさに包まれてほしい。藤浪晋太郎は相変わらずで安心した。管理人のつぶやき、正直藤浪投手を追いかけている私としては相変わらずで安心していません。さすがに何か変える努力をしてほしいです。もちろん本人の自由なのですが、あれだけ恵まれた才能と体格があるのにもったいなすぎる。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。